はい、それでは続きましてドラマカルテット第2話第3話続き見ております。あと残り7話。いや本当まだまだ序盤、謎だらけ。坂本雄二さん脚本。でもなんかなんでいいのか、見ててなんか心地いいのかなって、まあそうそうたるね役者の方々がご出演してるっていうのはもちろんなんですけども、何よりも舞台が冬の軽井沢ですごい寒そうなんですよ。みんな厚着で、雪めっちゃ降ってて、でこの暑い時期に見るとすごく涼しそうで気持ちいいというか、うん、それもあるのかなって思いました。なんかね冬の軽井沢ってより寒いんですね。なんか夏はね軽井沢涼しいですけど、冬の軽井沢ってこんなに雪降るんだみたいなのとか、であと吉岡里帆さんもご出演されてるんですけど、元地下アイドルの役で、なんかね吉岡里帆さんのあのなんか精一杯な感じ、こうなんか全然そんなことないですよみたいなのとかも、なんかやっぱ可愛いし、髪もツヤツヤだし、お肌もプリプリだし、なんかうさぎ顔で可愛らしいんですけど、なんか底知れない闇というか、なんか立ち入っちゃいけないものがあるみたいな、あの雰囲気すごいですね。なんかなんだろう、人のもの平気で取りそうというか、なんだろう、すぐ分かんないけどなんか全然仲いいと思ってたのに崖から落としそうみたいな、なんかあの感じはすごいなと思いました。そこがまた魅力的なんですけど、はい、そんな感じです。カルテットちょっとまだまだあの謎まみれなので何とも言えないんですけど、残り今見ていきたいと思います